はい、ということで、本日は自分がした試合を自分で解説していきたいと思います。この試合は、2017年3月4日ガンバレプロレスで行われた三富正幸対柴田のシングルマッチです。三富正幸は、まあ、以前柴田とね、まあ、ご存知炎上軍っていうユニットを組んでたんだけれども、まあちょっと、このプロレス上とあとプライベートでまあまあいろいろありまして、そのユニットが現在解散しております。三富は前回大会で柴田にもう一回炎上軍やろうよってお誘いをしてるんだけども、柴田はアホかやるかと、断ってるっていう状況ですね。はい、グランドの展開でしたが、綺麗に離れます。三富は今ね、レスルワンかな、武藤圭司のレスルワンっていう団体とか、まあ、結構いろんな団体に出てて、プロレスラーとして、頑張れプロレスだけじゃなくてね、いろんなところに上がって活躍してます。まあ、片谷柴田はプロレスの試合は、月に1回の頑張れプロレスのみ、ほぼ頑張れプロレスのみと、まあ、これまで言ったら玉入れる総合の試合という感じで、プロレスからはちょっと離れている柴田なんだけども、まあ、YouTube の方は、まあ絶好調、まあ、お互いに違う道を完全に行った2人だね。柴田のミドルをキャッチしてドラゴンスクリュー、こんなこともできるんだね。おっと、きつめのドロップキックが顔面に入った。言ってんだよ、三富もね、多分今回の試合はね、まあ、いろいろ思うところがあって気合が入ったんだけど、フライプレイヤーから膝を顔面に落としていく。これはよく使うやつだけど、これ痛いんだよね。そして、締め上げていきます。そしてエルボー、まあ、相手、まあ、炎上軍がなぜ解散したか、三富と、まあ、何があったかっていうのを、まあ、あえてここでは言わないけど、本当にいろいろあって、まあ、俺も三富に対してちょっといろいろ思うところがあるっていう、まあ、表に出てる部分とね、まあ、実はまだどこにも行ってない、公開されてない、いい三富と俺との関係がいろいろあって、結構プライベートでも会う仲だったんだけど、まあ、今はちょっとそういう関係がなくなったって感じだね。柴田が、スリーパーで三富を締め上げています。終わらせてやるよ、終わらせてやるよ柴田。三富、三富、三富、三富。厳密に言うと、スリーパーホールドって喉を締め上げる技はプロレスでは禁止なんだけどもね。ただまああまりにもこのスリーパーを使う選手が多くて、今はなんかそのありみたいな風潮になっているのも、まあ、すごい厳密に言うとプロレスでは喉を首を絞める行為は禁止です。柴田は勢いつけて PK、 おっと、しかしこれは三富がキャッチして、柴田はそれをぶん殴ってミドル連発。おっと、これは三富がチョップで返す。柴田がミドル、三富がチョップ、柴田がミドル、三富がチョップ。これは試合後にね、ツイッターでこの俺の胸の画像をね上げたんだけどね、このチョップが本当に痛くてやばいくらい痛いのよ。本当に爪で引っかいたとかそういうのじゃない、それに純粋にチョップのダメージで翌日胸から血が出るっていうね。鍛えるとも体が分厚くても普通にチョップはマジで痛い、やばい。さあ、結構な量いってますね。結構な量ミドルとチョップが打ち合ってる。三富は柴田をコーナーに追い詰めて、マシンガンチョップ、小橋健太張りのマシンガンチョップだ。しかし柴田はここで体を入れ替えて、おっと、マイク・タイソン張りの、マイク・タイソン初めの一歩張りのボディーブロー連打。画面中央で
リング中央で睨み合っております。そしてまだ続ける、まだ続けるぞ。柴田もミドル、糸にもチョップ、威力は弱まらない。いって見てても痛いね。さあ結構だよ、結構な量だよ。おお、あごに入った、あごに入りました。これはミトミきついんじゃないの。結構入ったよね。柴田がおっと、あっと、ここがカウンターで、カウンターで円錐蹴りです。さあミトミは首を切るポーズ、狙ってるのは垂直落下式ブレーンバスターか。柴田ここはおっと切り返してフロントチョーク。まあね、もう結構タッグでね、何試合も何試合もやってるから、あのミトミが持ってる技とか何をやってくるとかは、まあ俺も実は分かってはいる。って感じで切り返して柴田はフロントチョークです。まあ、逆にミトミもね、柴田はこの時こんなことするだろうっていうのはなんかある程度分かってるんだろうけど。さあミトミが落ちそうだぞ。落ちてるか。いや落ちてない。ミトミは落ちてないぞ。ミトミは柴田を持ち上げてボディスラム。おっと結構体格差があったと思うけども、ミトミ柴田投げたね。すごいな、ここら辺はな、馬力が。そして睨み合う2人、柴田とミトミが、おっとラリアットとキックの打ち合いだった。あ、しかしさすがにここは柴田のキックが勝って、柴田のハイキックが炸裂しました。カウントはカウントは2。そして続けてすぐに BK。 カウントはおっと、ここもカウントは2。柴田決めたい PK か。おっと、ここはキャッチして、キャッチして、さあ膝を打ちつけていくぞ。膝を打ちつけて、ミトミがフラフラしながら立ち上がります。柴田がパンチパンチ、ボディーブローまでパンチパンチ。しかしおっと、トランスキック2連発、2連発です。さあそして柴田が立ち上がる、ミトミはそれを待ってるぞ。ラリアット強烈。さあカウントは柴田2で返す、2で返します。さあミトミ柴田を起き上がらせて逆水平、カウントはここも2、ここも2だ。そして狙うはミトミの決め技ですね、必殺技ソルティースプラッシュ、潮吹きプレス。どうだ、カウントは、あっ3つ。ということでミトミのソルティースプラッシュで柴田が3カウント取られるという結果になりました。炎上軍をもう一度組みたい、組もうと、柴田を誘ったミトミでしたが、まあ試合ではミトミが、まあ、勝った形になったね。勝ったのはミトミです。マイクを持ちます。まあ、ちょっと聞いてみよう。ちょっと意識が朦朧としてるんですけど、この試合で俺が
柴田に伝えたかったこと、マイクで言うなんてダセーじゃん。だからその胸の傷跡は全部俺の思いだから。柴田、俺の魂込めたチョップこんだけ受けてくれたんだろ。もう一回、もう一回、もう一回俺と組んでくれないか。ビトリオ、新しい T シャツのデザイン考えるけど。おい、ビトリー、しまってんしまってん。おい、新幹線プロレスだよ。よくわかんねえし、大掛けもムカつけど。おい、しまってん、タッグトーナメント出るぞ。はい、そんな感じで、再度炎上部が決定することとなりました。次回が多分4月2日、同じく応じて、タッグトーナメントをやるので、それで見とみて組んで出ることになると思います。はい、来たい人は柴田宛にチケットのメールをください。それでは。